はい、こんにちは、こんばんは、おはようれいです。いよいよですね、クリスマスシーズンが近づいてまいりました。プレゼントですね。恋人や友達にあげるプレゼントの値段、ね、正直ね、いくらということで、またアンケート調査の結果が出ておるということで、これまた、キャンキャンというですね、女性雑誌の方で、まとめた内容になるんですけども、これはね、男女1000名です。今度は120人じゃねえのかよ、ということで、男女1000名に調査した結果を、ご紹介します、ということで、まあ、誕生日プレゼントってぶっちゃけいくらが理想なのって言って、まあ、パートナーが自分、ね、パートナーから自分へ送る場合は、どれぐらいが望ましいのということで、で、意外とですね、なんていうのかな、自分自身にパートナーからもらうプレゼントに期待する金額ですよ。期待する金額いくらのものが欲しいですかと。意外と男もね、0円っていうのが 25%。で、女性の方は、0円っていうふうに答えたのが、20% 近くですね。18.6%。だから、25% と、18% の男女は、もうそんなプレゼントなんかいらないよというふうに、答えてる方が、なんとなく多く集まったそうです。で、結果的にね、じゃあ相手からね、プレゼントをもらえるとしたら、いくらのものが欲しいですかって言ったらね、男は平均にすると、平均値が8768円です。中央値ね。で、女性は、自分に欲しいというのは、12254円ですね。中央値ね。だから、4000のここでね、まずね、4000近い開きがあるわけですよ。だから女性の方が4000多く、どうせ私にプレゼントをくれるならそのぐらいの高いものよこせということになってるわけですよ。極端に言えやよ。12000なんぼ対8700円ですよ。男の方が、いいですよっていうね、謙虚な、まあ、気持ちっていうのが、まあ、持たれてる方が多いのか、それとも女性がね、まあ今男女平等で稼ぎもね、ほとんど変わんないと思うんですが、まあ未だに多分女性だからあんまりね、出費は抑えて8700円ぐらいでいいですよ、ということをね、言ってるそうなんですね。まあ一番でもね、多いのはね、5000円から1万円のやっぱ間ということなので、であとは1万円から2万円の間、3000円から5000円の間っていうのに集中してますね。1000円から3000円。っていうのも言いますけど、いや、1000円から3000円だとタオルだとか靴下セットとかそんなもんだろうね。まあだから、誕生日プレゼントよ。これ誕生日プレゼントにこの額っていう。俺はね、ちょっと驚いたのは、今までですね、自分は誕生日プレゼントでじゃあ女性にいくらぐらいあげたの ?3 万円台ですがね。3万円から5万円の間のもの。ちょっとね、財布が厳しい時は、2万円から3万円のものを上げてましたね。それが正しいと言ってるわけじゃないですよ。実際上げてたのはどれぐらいなのって言ったら、2万から3万の時もあれば、大体多くは3万から5万円の間のものですね。それを上げてたりはしてました。で、なんかね、やっぱり、ね、40代超えてからね、まあ、そんなにほらもうね、自分で買ったりもしたりするので、皆さんね、女性も。だからそこまでどうなのっていうところで、で、まあ、彼女がいた時がその時はなかったり、ね、あとまだ付き合ってなかったり、ね、してたんで、まあ、そこまでいかないプレゼントの代金で終わってましたけども。皆さんどうですかね、異性からもらうプレゼントってどれぐらいでいいですかと考えますか。別に俺は金額は関係ないんですよね。何かやってくれるっていうか、その人のために選んでくれるとか、何かをやってくれるという気持ちがすごい素晴らしいんですけど、確かにね、クリスマスとは違うんで、クリスマスはもうプレゼントいらないと思うんですけど、1年に1回その人が誕生した日ですよ。誕生した日なので、とても大事だと。これは大事に思うか大事に思わないかで変わってくると思うんですけど、俺は大事に考える方の人間なので、何もないというのはちょっと、厳しいなというふうに思いますね。皆さんどうですか?誕生日プレゼントって何もいらなくても OK ですか?ね、忘れてたとかでも OK ですかっていう。ね、どんな感じかをコメント欄に書いていただけたらと思います。で、話をね、続けていきますと、ではですね、逆にですね、あげる方の身になったらどれぐらいのプレゼントの金額を考えてますか。これ面白いの、男女ともに平均の中央値が1万円台になりました。1万500円と1万200円。両方とも大体1万円ぐらいが平均してるところになるのかなとか、5000円から1万円っていう回答した方が多いです。相変わらず0円って方もいますよ。17% と13%。
これは下手な3000円から3000円のプレゼントとか、なんだろう、2万から3万円のプレゼントの人よりも多いです。一番多いのが、だから5000円から1万円の間、男女ともね、男女ともに20何パーセントいるんで、で、次に多いのが3000円から5000円って、なんかずいぶんずいぶんしょぼいなって。まあ若い方だから多分、今ね、少ないですからね、非正規の方も多いので、まあ、そこまでいらないという方はいるんで、いいですね、なんかお財布に優しい感じでよろしいと思います。5万から10万とかって答えてる方も2割、あ、じゃね、2% いますんで、あとは、ね、3万から5万ってね、俺みたいな考えの方は 3% とか 4% だよ。少ないよね。やばいね。やっぱり俺もバブルのに近くなっちゃう。バブル世代じゃないよ、全然。俺学生だったから、あの時。まあ、多分大人の真似をして、高いプレゼントとかを俺やってたことがあったんで、まあ、ホテルをね、予約したりとかっていう形で、まあ、そういう一般的なこともやりました。で、あと友人の場合、友人にプレゼントするのはどうなのって言った時には、まあ、1万円から9000円。全体で1万円か。だから男は9000円、女の人の方が1万2000円。女の人の方が友達に対して、なんかね、金額は高いですね。うん。まあ、結婚記念日のプレゼントはってなるけど、これは、割愛させていただきます。で、皆さんですね、実際にパートナーいる方はこれぐらいのプレゼントの金額考えている。まあ、金額じゃないですよ。例えば手作り料理とか、手で自分でね、作ったものをあげますよっていう方は、ちょっとコメント欄の方に書いていただいて、金額普通に買う方はいくらぐらいよとか、毎年だいたいいくらぐらいを考えてますよとか、そういうのを書いていただけたら、嬉しいなと思います。これからですね、プレゼントシーズンになります。まあ、これ、誕生日ですけどね、誕生日のあれですけども、クリスマス、プレゼント。まあ、クリスマスプレゼントはそんなに高いの、俺も2万から3万ぐらいかな。まあ、皆さんどれぐらいね、考えてらっしゃるのか、ちょっとコメント欄に書いていただけたら、嬉しいと思います。それでは、皆さんごきげんよう。じゃあ。